ガスケンワーアージーは、イギリス生まれで、アメリカ合衆国、テルライド育ちのフリースキーヤー。スロープスタイルハーフパイプ、ビッグエアの競技者。ソチオリンピックでは、スロープスタイルで銀メダルを獲得し、スキースロープスタイル競技で初のトリプルを決めた選手でもある。2015年10月22日に、Facebook を通して同性愛者であることを告白した。 現在のパートナーは俳優、劇作家のマシュー・ウィルカスである。趣味はスケートボード。ソチオリンピックの時に街を歩いていた野良犬の家族をペットとして引き取った。親友に同い年のスキーヤーのボビー・ブラウンがいる。2018年ピョンチャンオリンピックではスタート前にウィルカスとキスを交わすシーンが NBC などを通じて放送され、 歴史的なオリンピックキスに心を揺さぶられてる。こういう何気ない愛情表現の瞬間が世界中の LGBTQ に希望を与えてくれる、などと話題になった。結果は12位だったが、後にケンワージーはメダルよりも大きなものを得ましたと語った。2011年、2012年、2013年、2014年、2015年と5年、連続で AFP ランキング1位。 ありがとうございます。